ロンデニス・ロンデニスは、マクラーレングループの元 CEO であり、イギリスの F1 コンストラクター、マクラーレンレーシングの総帥でもあった。完璧主義者で知られる。元銀行員。1967年からメカニックになり、クーパーやブラバムでヨハヘンリントや、ジャック・ブラバムのパーソナルメカニックを務める。1971年、同僚のニールトランデルと、独立して、ロンデルレーシングを作り、 F2 に進出した。ロンデルは F1 進出計画も立てたが、オイルショックの影響で実現には至らなかった。その後、新たにプロジェクト3を起こし、F2 や F3 で成功を収め、1979年にはマールボロの支援を得て、プロジェクト4に移行する。マールボロは、マクラーレン F1 チームのメインスポンサーでもあったが、成績低迷の手こ入れとして、 チーム運営に介入し、1980年後半にプロジェクト4と合併させマクラーレンインターナショナルへと改組した。デニスはチーム監督に就任し、テディメイヤーら旧体制は実質的な乗っ取りにより刷新された。このことにより、以後に作られたマシンは、マクラーレンの M とプロジェクト4の P4 を掛け合わせ、MP4 シリーズと命名される。 デニスは早速リーダーとしての手腕を発揮し、デザイナーのジョン・バーナードを招聘して、カーボンモノコックのシャーシ MP4-1 を製作させた。また、タグの資金協力でポルシェにターボエンジン開発を依頼。ドライバーも一度 F1 を引退したニキラウザを復帰させ、アランプロストを獲得。その後、1984年からドライバーズタイトルを3連覇。 コンストラクターズタイトルを2連覇した。1988年には、ホンダエンジンと提携し、プロストとアイルトンセナを組ませて16戦中15勝という成績を残し、再びドライバーズタイトルコンストラクターズタイトルを獲得した。しかし、その期間は、ジョイントナンバーワン体制が原因で、プロストとセナの関係に圧力を生み、デニスは、両者の扱いに苦慮することになる。 1990年からプロストに代わり、ゲルハルトベルガーを迎え、マクラーレンは1991年まで4年連続でダブルタイトルを獲得した。1992年以降、ハイテク競争や、給力デザイン面で出遅れたマクラーレンは、低迷期に入る。トップチームに返り咲いた、ウィリアムズや、新たに対頭してきた、ベネトンラと、タイトル争いができなくなっていった。 ホンダとの提携終了からエンジンがフォードコスワース、プジョーと毎シーズン度重なる変更による戦闘力の低下とセナの離脱やナイジェル・マンセルは加入したもののわずか3ヶ月で引退とチームマネージメントの不安定な時期が続いていた。その一方でドライバーは若手の未果発起年を抜擢し1九9五年からメルセデス・ベンツとの提携からチーム力が 徐々に回復し始めた。1996年には、デビットクルサードをチームメイトに登用し、1997年には、エイドリアン・ニューウェイを、昌平、1998年から、ブリジストン・タイヤとも提携をした。その成果が実を結び、同年8期年が、ドライバーズタイトルを、チームは、コンストラクターズタイトルを獲得し、1991年、 以来のダブルタイトル獲得を成し遂げ、トップチームに返り咲いた。1999年に8期年がドライバーズタイトルを再び獲得したが、コンストラクターズタイトルは取り逃がした。その後、2000年、2001年、2003年、2005年、2007年もタイトル争いを繰り広げ今一歩で及ばなかったが、2008年には自らが発掘したルイス・ハミルトンが、 ドライバーズタイトルを9年ぶりにもたらした。2009年1月16日の新車発表会において3月1日をもってチーム代表を退任し、マーティン・ウィットマーシュにその座を引き継ぐことを表明した。この際、今後もチームに深く関わっていくつもりであることを宣言しレース会からの引退は否定した。しかし、 4月16日にマクラーレングループ全体の構成の見直しにより同グループの市販者部門であるマクラーレンオートモティブカンパニーがグループから離脱することとなったのに伴いデニスはマクラーレンオートモティブカンパニーの会長に就任しレース部門から完全に引退することが明らかにされたその後2012年にはマクラーレングループ全体の CEO のザモ・ウィットマーシュに譲り 自身はグループ全体及び市販車部門の会長として一歩引いた形となっていた。2014年1月にグループ CEO に復帰したのみならず F1 チームの指揮権も掌握。その後ウィットマーシュはチームのウェブサイトから名前が消え F1 チームの代表はロータスから移籍してきたエリック・ブーリエラが担当するもののデニスがグループのトップに返り咲いた。しかし 2016年11月15日に行われた株主総会を受け、マクラーレンテクノロジーグループの会長兼 CEO を辞任し、翌2017年6月には保有していたマクラーレンの株式全てを売却37年にわたるマクラーレンとの関係に完全に終止符を打った。今後は様々な企業の顧問職などに関与する意向を示している。 マクラーレングループを有力企業に成長させ、1989年にはマクラーレンカーズを設立し、1993年にはデザイナーのゴードン・マレーの手によるマクラーレン F1 の販売にこぎつけるなど、自動車関係の他業種にも積極的に進出した。また、通称パラゴンと呼ばれる超豪華な本社社屋を完成させた。2000年には、 大英帝国勲章のコマンダー、CBE を受訓した。ありがとうございます。